明けましておめでとうございます。フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎です。2023年令和5年幕開けです。このフライデー番組のスタートが2004年の1月9日なので20年目に突入ということでございます。いやー早いですね。丸19年が経ったということですね。いや今日はね1月3日の今2時、はい、つい先ほど箱根駅伝が終わったところで、今年は駒澤大学でしたね。3冠強かったですね。うちのおふくろがね青山学院で、残念がってます。悔しがってました、つくづく思いますね。毎年箱根駅伝の常連校大学に無理して頑張って行っておけばなっていう、そんなこと考えないで入ったもんですからね。毎年母校を応援できる人は本当幸せですよね。さあ、先週の金曜日、ね、12月30日、昨年ラストの放送は水戸ホーリーホークの守護神、ゴールキーパーの本間浩二選手とね、共にお送りしました。1999年から水戸ホーリーホークの本間浩二、そして私、1999年から FM パルルンの青木浩太郎、いわゆる俺たち水戸同期、ね、でお届けしたわけですけれども、いかがでしたか。たくさんのリスナーさんやサポーターさんが、最後ね、スタジオに来てくれて、いや、もういろんなね、お話もできたんですけれどもね、オンエアが終了した1時半、今まで見たことのないくらい疲れ切った本間浩二がいました。いや、J リーグ通算575試合っていう、J1、J2 通算ね、もうひっくるめて、歴代5位なんですよ、あの人。歴代5位の記録を持つね、出場記録を持つ鉄人も、でも慣れないことってのはやっぱりダメなんですね。疲れるんだなと思いました。さあ、今年のね、青木浩太郎ですが、年齢でいうと52歳になります。石原裕次郎さん、美空ひばりさんが亡くなったのは52歳なんですよね。なんかこう、いやー、なんか特別な感じがしますよね。去年はね、せっかくちょっとダイエットに少しだけ成功して10年前くらいの体重に戻ったので、今年はさらにもうちょっと頑張ってね、パルルンを僕は始めた、24年前、28歳の時の体重に戻そうかなと思っております。ちょっとねコツを覚えたんでね、いけそうです。目標っていうのは僕あんまりこう、仕事の目標はあえて立てずに、今年はとにかくね、健康により気を使っていきたいなと思っております。健康でさえいれば仕事も遊びもね充実するかなと、そんなわけで2023年もね、もうゆるーくマイペースでいきますので、リスナーの皆さん、そしてブライダル業界の方々、プライベートのお友達、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではね、早速、昨年最後のオンエアのメール対象だから、この間のメール大賞をこれから発表しますけれども、その方までが2022年下半期のメール大賞に入りますんで、番組特製の T シャツもうできてるんですけどね、それのね抽選3名当たる対象になります。はい、さらには去年いただいた全てのリスナーさんのお名前だから、いつもだったらね先週くださった、メールのリスナーさんの名前を読み上げるんですけど、今日に限っては去年1年間いただいた全ての方をね、読み上げたいと思います。そして、今週一発目、もう1月6日、もう明後日ぐらいかな、番組テーマもお伝えしていきたいと思います。さあ、ではね早速今日は、2022年最後のメール大賞を発表したいと思います。さあ、先週のメール大賞はこの方です。太太郎さんです。おめでとうございます。はい、太太郎さん、太太郎さんちょっと体調崩されてたんですよね。太太郎さんこんにちは。無事にではないですが、先週末退院しました。よかった、退院できた、ね、先週の放送で太太郎さんが私のを読んでくださっている時、ちょうど主治医がいらっしゃってしまい、先生今私の読まれてるからちょっと待ってと叫んでしまいました。先生にとっては何が起こってるんだかさっぱりですよね。そしてそんな感じは多分いまだかつていなかったと思います。偉い、あなたは偉い。
結果石はまだ出ていません。背中が張る感じはしますが、痛みは一旦落ち着いたので自力でとりあえず頑張りましょうと。1ヶ月経っても出ないようなら砕きましょうと、レーザーでだ。僕も4ヶ月ぐらい前かな、やっぱちょっとお腹痛くなって行ったら、やっぱ尿管結石で、でとりあえず薬でね溶かして、溶けたような感じがするんですよね。で溶けなかったらね、なんかレーザーで砕きましょうと言われたね、腎盂腎炎っていうんだ、難しい、俺この間ごめんなさい、これ読めなかったね。腎盂腎炎と尿管結石のダブルパンチで久々の入院、健康ってありがたいですね。ご心配おかけしました、ありがとうございました。いや、お大事に。さあ、レジェンドですか。私のレジェンドはうちの家族のお猫様、大吉くんです。猫ってもっと気ままで自由かと思いきや寄り添ってくれまくり、入院中もちゃんとお留守番してくれて、猫界のレジェンド、猫神様に選ばれた、猫と勝手に思っています。来年は上向きな1年になりますように、良いお年を。クリスマスイブの入院食、なぜかおひたしまあでもさ、あれだね、石とともにパーッと悪いものが全部出るんじゃないですか、出たんじゃないのねえ。いや猫羨ましいな。パルルンリスナー、このフライデーリスナーの皆さんって、ワンちゃん飼ってる人 もう当然多いんですけど、どういうわけだか猫ちゃんの方が多いんだよね。猫飼ってるリスナーさん、猫飼いたいんですよ。なんか勝手に拾ってきたふりして飼っちゃおうかな。まあ飼うとしたら保護猫とか考えてるんですけども、まあ実は猫アレルギーなんですけどねでも俺年末年始もね、ぐだ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 布団の中でね、猫の面白い動画見てキラキラキラ笑ってたんですけど、羨ましいな。大吉くんと素敵なお正月どうですか、迎えてますか。はい、メール対象は大太郎さんでした、おめでとうございました。さあ、それではね、今回は去年2022年最初の放送が去年は1月7日だったんですね。でこの間の12月30日までにいただいた1年間でいただいたメールファックス、全て読み上げていきたいと思います。いきますよ、まあ、大体50音順でいきますからね。あ行からいきますね。アイラブグレックさん、アンパイアさん、アンブレさん、アケミちゃん、アカリさん、アクビちゃん、アイッコさん、アータン、アップルチャッピーさん、イクメンパパさん、梅吉さん、うどん県大好きさん、エッパッピーさん、エクレアさん、エリア51さん、大洗いのヒロちゃん、岡山の瀬戸ちゃん、王様の耳やコオロギの耳さん、大太郎さん、大洗いのゲーマーヒロンさん、OK マミーさん、お父さんがライオンズファンでよかったさん、おパンさん、お一人様だってさん、ガウチョさん、カオリ、カイ君のおばちゃん、カトゥーンさん、カヨコさん、カッペタッペさん、勝田のジジオヤジさん、カワちゃん、ガッちゃん、カエルケライさん、キオラさん、鬼滅の騎士やん、京都から来た娘さん、キャンタマちゃん、黄色の車さん、キッコリーさん、キツネそばさん、クミコさん、クラカーちゃん、群馬のピョン吉さん、ケイコちゃん、ケムシさん、ゴンゾーさん、こたつ猫さん、51歳三遊間コンビさん、今度飼う犬の名前は姫さん、坂戸のよい子さん、最速天武くん、サラリさん、ザナイツさん、サトちゃん、シカちゃん、じゃがいもおやじさん、ジジイさん、シンクの稲妻さん、常温コーラさん、進撃のメイちゃん、シカジュンさん、ジャペンゴさん、白いゲナハさん、シマちゃん&カグちゃん、人面犬さん、ジョニーさん、ショコラオレンジさん、好きな待ち合わせは西口さん、すっぴんこさん、タフマン福井くん、たまごコロコロさん、ダンゼン大木のバーバさん、ダイさん、タカピーさん、タケノコの里さん、ダジンリヒターさん、タギルナイトさん、チャトランさん、テントクリさん、デリさん、テニスボーイさん、東高さん、東平さん、ドリームトーさん、栃木のライオン丸さん、東京のスズメさん、トントンさん、ともみ43号さん、ドゥーキチさん、隣のチーボーさん、ナミフクさん、ナオさん、七色レインボーさん、中市のムロさん、なにわのグロッキーさん、ナットリシー、純白のドンペリさん、中市の鉄腕保育士さん、中市のパワフルママさん、ナッチさん、肉グラ45さん、ニャッコのママさん、のほんぴろさん、はちみつさん、ハマレオさん、パルクンテさん、ひたちなかしの船岸さん、ひまじんアットビジーさん、兵庫のサチボンさん、ひたちなかの花ちゃん、船橋のいたろうさん、ふうたんパパさん、ふんわりこさん、平凡ファミさん、ほいさん、ポレちゃん、ブーちゃん、ホーリーくんのしっぽさん、まゆてんさん、まさあき&たかこさん、まちだっぺさん、まんぞうさん、まーちゃん、まれっつさん、まじんさん、まなままさん、まるさん、まめふくさん、まんばるまるさん、まねきねこさん、みとさぽ310さん、ミュージックセレクトさん、みかんとあんこのお父さん、水戸の正信さん、みーのすけさん、もうすぐ定年のじいさん、ムーくん、
山梨の来る木名社さん、野球大好きさん、山爺さん、ゆうりさん、ゆうとくん、ゆうとの母ちゃん、ゆうとの兄ちゃん、ゆうとの姉ちゃん、ゆうとの義理姉ちゃん、ゆきこんこんさん、ゆっこさん、4415さん、ゆっきーさん、よこっちさん、よこよこさん、ラットさん、ラビさん、りょうさん、路地裏のドンペルさん、どうもありがとうございました。今年もよろしく。はい、ではここからが今週1月6日の番組テーマです。992回目かな。はい、はい、テーマはですね、まあここはひねらず王道で今年の目標抱負。まあ僕毎年ね、仕事遊びと真面目なことから実にくだらないことまでね、多い時で30項目くらい書き出します。今年もね1月2日にね書き出したんですが、結構今年はずいぶん書いたな。29個。まあそうだな、だいたいね仕事家族プライベートで分けてるんですけど、まあ司会は何本以上やるとかね、最低ね。で今年はね、私のなんだろうな、アナウンススクールっていうか、まあ、話し方教室じゃないですけど、まあ、ちょっと自分なりの話し方理論、なちょっと難しいな、なんかちょっとおしゃべりちょっと上手くなりたいなっていう人のためにオンラインスクールを、ね、やりたいなっていうのとか、あとはねちゃんとね、こう今 YouTube やってるじゃないですか。 YouTube ももう独学でやってるんで、ちゃんと YouTube 教室に通って一回勉強しようかなっていうのもありますね。あとねオンライン飲み会、リスナー飲み会、まあ本当はねちゃんとみんなで集まってやりたいんですけどね、まあまずはオンライン飲み会から一回始めて年内にねみんな集まってできればいいなと思っております。あとはねこれ集まれに行ったことないんですよね。でこの間コーチから、いやー奥さんも一回来てくださいよとか言って集まれね、なぜ行けないかというと金曜日とか木曜日って非公式なんですよね、非公開。だから試合がね土曜日曜日にある場合って木金っていうのは非公開になってることが多くて、僕が水戸に行くときっていうのも集まり見られないんです。まあ広報の方に言えば見られるのかな、集まりに1回必ず行く。であとはね、12月に僕の司会で結婚式をした、黒川敦くんっていう元水戸ホーリーホーク2年間大活躍した、大宮アルディージャから水戸に来て2年間活躍して1回大宮に戻って、その後ジュビロ行って、で今年からね町田なんです。で町田対水戸の試合をね、その僕が司会した新郎が黒川くんでしょ、黒川くんの奥さんと一緒に見ようねって約束してんの。これをね経営電気スタジアムで見たいなと。あとはまあ家族っていうところで、まあ娘とね、まあ娘今年から就職なんですけど、なかなか自由が利かないんだけれども、年に3回旅行行きたいなとか、あとはねお袋とね飯、あとはまあ西武球場、西武ベルーナドームとか、あとコンサートにね5回以上は行くという目標を立てて、あとはね、ゴルフとかね、ゴルフはスコアとか草野球とかね、あとくだらないんだけど、あと健康面で言うとね血液検査をまあ定期的に年にそうだな、5、6回やってるんですけども、まあどれかがやっぱりこう標準超えちゃってるんですよね。健康の標準値内を全部揃えるっていう目標とか、あとはなんだ、線虫なの、おしっこでがんが分かるやつあるじゃん、あれまでやったことがないんで、少年隊の東さんが CM やってるんですね。あとねシミレーザー除去っていうのやってみたい、ちょっと娘からも勧められてるんですけどね、ここら辺のシミをねちょっと取ってみたいなと。デーブさんも撮ったんだよな。あとは、今年中にしばらく会ってないあの友達に会いたいっていうのがね、7人ぐらいでね、あと行ってみたいお店っていうのも挙げてます。まあこんな感じでほら29かな、29項目挙げて、まあ大体半分ぐらいしか達成できないんだけども、結構楽しいんですよ。大体6月が終わるときに、あれ今年はどれぐらい、これね大体忘れちゃうじゃない、書き出してるんですよね。で どれが達成、あこれがいけそうだいけそうだなとか、これ全然ダメじゃんみたいな、いや楽しいです。そんなわけでね、皆さんのまあまあもう本当に漠然としたものでもいいですし、こうやって細かいものでもいいですしね、皆さんの目標を教えてください。はい、メールはこちら fm762@fmparallel.co.jp、 初メールも大歓迎です。はい、
ご自宅のパソコンや外出先のスマホで簡単に聞けます。パソコンだったらサイマルラジオ、スマホだったらリスンラジオの無料アプリをダウンロード。今週のテーマは、今年の目標、抱負